ハーバーサイドクリスマス。ハーバーサイドクリスマスは2002年から2009年のクリスマスシーズンに東京ディズニーシーで行われていたスペシャルイベントの総称である。東京ディズニーシーがオープンした2001年には特にクリスマスのイベントは開催されておらず、翌2002年からの実施となる。スペシャルイベント名は各年で同じだが内容はそれぞれ異なる。 このイベントが開催されている間は、パーク内でクリスマスのデコレーションがなされ、アメリカンウォーターフロントのホレーショースクエアには高さ15メートルのクリスマスツリーが飾られる。なお、本イベントは目玉として行われていたキャンドルライトリフレクションズが終了したことなどにより、2010年からクリスマスウィッシュと名称を改めることとなった。ウォーターフロントパークがなかったため、 コレーショースクエアに特設されたステージにて、ショーが行われた。クリスマス・イン・ニューヨークは、スクルージ・マクダックが経営する、マクダックス・デパートメントストアが、スポンサーになっているという設定のクリスマスシー開催前のアナウンスでも、マクダックス・デパートメントストアがお送りする、マクダック・デパートメントストア・プレゼンツと告知されていた。キャラクターのセリフは日本語だが、歌、MC トークは、 英語で進行される。登場するキャラクターは、ビッグしてビークルのタウンカーに乗って、ニューヨーカー、ダンサーは、徒歩で、アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアをミニパレードして、ステージに登場する。ステージ上では、クリスマスソングに乗せて、各キャラクターの紹介や、ジャンプロープキッズ、縄跳びや、タップハッピートゥー、タップダンスとの共演が行われる。また、終盤、 客席通路を使ってのキャラクターグリーティングが行われる。1日3回の公演。約25分。夕方の回は特設ステージ背後にある巨大クリスマスツリーの点灯式バージョンとなり、内容が一部異なる。ドックサイド、ポーターズと児童合唱団によるクリスマスソングの合唱が行われた。キャラクターは登場しない。 この年の11月4日にウォーターフロントパークがオープンしたためメインのショーはウォーターフロントパークに設けられたステージで行われることとなった。また本年以降期間中に開催される花火はクリスマスウィッシュインザスカイと名付けられたバージョンで開催される。クリスマスホリデーインニューヨークはアメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパークで開催されたショーで正式名称は アメリカンウォーターフロントパーククリスマスショークリスマスホリデイインニューヨークアメリカンウォーターフロントパーククリスマスショークリスマスホリデイインニューヨークニューヨークのとあるホテルを舞台にディズニーの仲間たちがクリスマスを盛り上げるショーこのショーにはメインステージの他にアイスリンクのステージが作られておりミッキーとミニーが焼酎リンクを滑走するシーンがあるエンディングには キャンドルライトリフレクションズでも歌われているウェルカムツクリスマスが歌われる。キャンドルライトリフレクションズは2003年よりメディテレーニアンハーバー一体で開催される水上ショーの名前。正式名称はメディテレーニアンハーバーナイトクリスマス。キャンドルライトリフレクションズメディターニアンハーバーナイトクリスマス。キャンディルリットリフレクションズ。 ディズニーキャラクターが乗った船が暗闇に登場し、ボレロ調にされた有名なクリスマスソング、ヒーラギカザローの曲に合わせ、だんだんとライトが点灯していき、最後には、ハーバー中央にある巨大なクリスマスツリーが点灯する。その後、島田加ホが、ウェルカムツクリスマスを歌い上げる。そしてツリーの周りからパイロが打ち上げられ、クライマックスを迎える。アンコール。クリスマスバージョンは、 アメリカンウォーターフロントにあるブロードウェイミュージックシアターで開催されているレギュラーショーアンコールにクリスマスのシーンが挿入されたスペシャルバージョン。通常演目の後半部分がキャラクターも登場するクリスマスのシーンに差し替えられている。通常のアンコールは写真撮影、ビデオ撮影が禁止されていたがキャラクターが登場することもあり。 フラッシュ発光禁止、液晶モニターの使用禁止という条件で撮影が許可されていた。しかし、禁止されているにもかかわらず、フラッシュを使用した撮影が絶えず、出演者がフラッシュ光に目を奪われ、転倒するといった事故が発生。一切の撮影が禁止された状態に戻ることになった。セールアウェイクリスマスバージョンは、アメリカンウォーターフロントにある。 ドックサイドステージで開催されているレギュラーショーセールアウェイにクリスマスのシーンが挿入されたスペシャルバージョン2003年に開催されたショーとほぼ同じ構成だが2003年のショー中に登場した回転ドアは回転ドアに関する事件が起こったため普通のドアに変えられたこのショーも基本的には2003年に開催されたものと同じであるが クライマックスのパイロの数が増えたなどの細かい変更点は見られる。ほぼ2003年のものと同じ、キャラクターが登場するシーンの演出が異なっている。ほぼ2003年のものと同じ、ミニーのナットクラッカーは2年にわたり公演されてきた、クリスマスホリデーインニューヨークに変わる新しいショー。チャイコフスキーが作曲した楽曲、くるみ割り人形をベースに、ディズニー流に、 アレンジされている。また、クリスマスホリデーインニューヨークの際に使用された、アイスリンクはありで、クライマックスでミッキーとミニーが滑るシーンが登場した。また、このショーで初めて、東京ディズニーシーで座席指定券が導入された。配布書で自分が見たい会を指定し、座席指定券を入手する。当初は、初回のみ、座席指定券なし、2回目以降の公演では、 座席指定券を配布という形式と発表されていたが、クリスマスイベント開催直前に初回と5回目、その日の最終回のみ、座席指定券なし、2回目と3回目の回は、座席指定券配布という形式に変更された。このショーは、基本的には2003年、2004年に開催されたものと同じであるが、クライマックスのパイロの数が増えたなどの細かい変更点は見られる。 ほぼ2003年、2004年のものと同じ。サウンドオブクリスマスは、セールアウェイクリスマスバージョンに変わるショー。ドックサイドステージで公演される。ディズニーの仲間たちが、ドックサイドボーダーズ、シンギングボンドリエ、またはどちらか一方とクリスマスソングを歌うという内容。演奏はバンドによる生演奏。このショーが開催中は、セールアウェイは終日休演となる。 キャラクター出演は、後半部分のみで、最後にはみんな揃って、ウェルカムトゥクリスマスの歌詞を手話で表現する演出があった。クリスマスイベント開催期間中に、アメリカンウォーターフロントにボールを転がして、カップに入れば商品がもらえるというゲームワゴンが登場した。この形式のゲームは、同年5月から8月に行われ、アラジンのホールニューワールドで初登場。 ゲーム内容は2種類あり、ダンノの靴下とサンタの煙突。ダンノの靴下はボールを転がし、奥にある靴下を模したカップに1球でも入れば、商品獲得。サンタの煙突はボールを転がし、奥にある煙突を模したカップに入れば、商品獲得となる。商品は、ミッキーとミニーのぬいぐるみ、どちらかを選択。商品を獲得できなかった場合でも、 ディズニーキャラクターが描かれたオリジナルピンをもらえた9種類の中から好きな絵柄を選択でた。ビッグバンドビート、クリスマススペシャル。ビッグバンドビート、シリスマススペシャルはアメリカンウォーターフロント内にあるブロードウェイミュージックシアターにて公演されているビッグバンドビートに一部クリスマスの内容を加えたスペシャルバージョン。このショーがスタートしたこの年より実施。 ケープコットの特設水上ステージで開催される男性ボーカリスト3人と一般のコーラスグループによるクリスマスソングの歌唱が行われるコーラスグループには民間の合唱サークルや大学の合唱サークルが招かれている以下の章においても演奏される楽曲の一部がクリスマスソングに変更されている2006年のものにほぼ同じリトルクリスマスストーリーは ケープコットの水上特設ステージで開催された1日3回公演、休演日、設定なし、1回の公演は約15分。ケープコットの住人であるアン・オバさんがケープコットに住む少女ベスにミッキーのクリスマスキャロルを思わせる話を物語る。孤独にクリスマスを過ごすスクルージ・マクダックに同情するベスはいつしか物語の中へと入っていき、カタクな スクルージの心を変えることになる。2006年とほぼ同様。2006年と同様の内容。セリフ振り付けが一部変更された。2006年と同様。2006年のものにほぼ同じ。2007年のものとほぼ同じだが、以下の点が異なる。2006年のものにほぼ同じ。2006年のものにほぼ同じ。 2006年のものとほぼ同じだが、以下の点で異なる。以下の章においても、演奏される楽曲の一部が、クリスマスソングに変更されている。2003年以降、毎年開催されてきた、キャンドルライトリフレクションズは2009年をもって、終了するためこれに伴い、この期間中、ブラビッシーも、の開催は中止され、キャンドルライトリフレクションズが1日2回公演される。 キャッチコピーはキャンドルが消える前に会いましょう。このショーは2009年で最終公演となる。これに際し2009年はブラビッシーモの公演をクリスマス期間は休演し、2回公演している。また11月9日には21時からスニークプレビューが行われた。この日ブラビッシーモは通常より早く公演した。 2009年はフィナーレの思い出に光の海を作ろうを合言葉にキャラクターたちが途中からろうそく光るものを振るというシーンが追加されている。公演開始5分前に行われる放送と終了時の放送は島田加穂が担当している。また使用される楽曲ウェルカムツークリスマスを歌うのは2008年までと同じく島田加穂だが新たに収録し直されたものである。 11月20日に開催されたハウス食品プライベートパーティーでは特別バージョンが開催された。スペシャルゲストとしてジャニーズのグループ嵐が登場しミッキーと一緒の船で登場している。嵐はミッキーマウスマーチなども歌っているほか、振付などもその時はミッキーと同じように踊っていた。2009年より鑑賞には座席指定権が必要となった。 座席指定券は抽選で配布される。抽選は、開園から各公演の開演30分前まで、ビリエッテリー屋で行われる。内容は2006年のものとほぼ同じ。2006年のものとほぼ同じ。2006年のものとほぼ同じ。クリスマスの衣装を着たディズニーキャラクターが、ビッグシティビークルに乗って、アメリカンウォーターフロントを周遊、ポートディスカバリーの一部。 ポンテベッキオも経由し、挨拶する。なお、当日の混雑状況などにより、周遊するコースは異なることがある。11月27日に開催された日本航空、JAL、コカ・コーラプライベートパーティーでは、夜バージョンが行われ、上記のキャラクターの他に、スクルージ、クラリス、スティッチ、マリーなども登場した。通常、2台のビッグシティビークルで行われるが、 キャラクターが増えたため、3台で登場となった。また、この時の周遊コースも通常とは異なり、メディテレーニアンハーバーを一周するコースとなった。以下の章においても、演奏される楽曲の一部が、クリスマスソングに変更されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。